ご挨拶申し上げます。まずはじめに、今日もこのようにたくさんのファンの方々が球場に、足を運んでいただき、たくさんの応援をいただいたんですが、勝利をお見せすることができず、本当に申し訳ありません。重ねまして、今日球場に来ていただいた大切なファンの皆様はじめ、全国のイーグルスファンの皆様に、今シーズンたくさん応援いただきまして、本当にありがとうございました。今シーズンは新型コロナウイルスという影響もあり、開幕が遅れ、お客さんがゼロ、無観客の試合からスタートするというシーズンとなりました。球場に行けない、声を出して応援ができないなど、いろいろ制限がかかる状況の中で、皆様の熱い応援、支えというのは本当に心強く大きな支えとなりました。優勝、CS 進出というところに向けて、選手が皆最後の最後の最後まで諦めずに戦ってくれたんですが、いろいろ力を及ばず4位という成績に終わってしまいました。本当に申し訳ございません。昨日、渡辺直人の言葉にもありましたが、強くなる、いろんな部分で強くなっていく、また、これだけの温かいファンの皆様の期待に応えるべく、どうしていくか、大きなテーマだと思います。チームが前進していくためにも、昨日、渡辺直人も言いましたが、ファンの皆様の支え、大きな力というものは、必要不可欠でございます。これからも楽天イーグルスのことよろしくお願いいたします。最後になりますが、改めまして、今シーズン1年間、温かいたくさんの熱い応援をどうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。コーチ選手がフィールドを一周いたします。なお最後ボールの投げ込みは行いません。